これから帰国子の入試および国際バカロレア入試について説明していきたいと思います。担当する医学科2年の山崎そらです。順番としては、まずは入試の概要から、そして高校時代にやるべきこと、次に帰国後にやるべきこと、最後に学校生活、えっとまあ、帰国、海外で長年住んでた。 人が日本の大学でついていけるのかどうかなどちょっとちょっとした話ですが紹介したいと思いますまずは入試の概要ですはじめに募集要項の概要です募集要項は募集要項は載る時期になるとちゃんとホームページに載るのでそれは確認してほしいのですがまあ、ちょっと去年の募集要項から大事なところを抜いてきました で募集人員は国際バカロレア入試帰国生徒入試留学生枠を合わせて3名です国際バカロレアと帰国生徒は11月に試験があって留学生は冬に試験があってそのうち3名を取るっていう条件なので実際どのように3人取ってるかはちょっと私もわからないのですが、まあ、一応合わせて3名取るっていうことになってますで IB 入試の出願資格は指定期間これも募集要項を見てちゃんと期間内を 期間に取れてていたかを確認してしほのですが期間内に IB 資格を取ったものそして数学の HL と生物の HL 科学の HL 物理の HL から2科目を6点以上取っていることが条件となります。帰国生徒入試の方は、えっと、外国で最終学年を含めて2年以上在籍している必要があるなどいろいろ条件があってでまた国によって学校によって全然あの資格が変わってくるので。 募集要項に結構細かく書いてあるのですが、読んでも分かんないことが多々あるので、その場合は早めに問い合わせた方がいいと思います。出願期間になって問い合わせたりすると、資格がないのに出しちゃって結局受けられなかったり、いろいろ問題が起きちゃうので、できるだけ早めに問い合わせてください。次に選抜方法です。選抜方法は IB も帰国入試も同じです。 ままずは出願の期間に書類を出願しますでこ。この時に出す必要のある書類は募集要項に詳しく書いてあるので確認してほしいんですが、まあ、それこ,のこれも国によったり、まあ、IB や帰国の枠で全然出す書類が違うのでそれもちゃんと確認して抜かさないいようにお願いします。例えば、えっと、これはまあアメリカ系の学校に行った人だけになっちゃうんですが SAT とかの あの郵送方法 SAT や TOFL、e、の点数の送り方などもちゃんと確認してください。で、えっと、書類の出願が終わると11月の上旬例年11月の上旬なんですがその時に第1次選考が行われます。この時の問題は AO2、えっと、期の問題が一緒なのでそれを去問を見たら多分分かると思うんですが、えっと、数学と理科2科目科学生物物理のうちの2科目と英語の試験があります。でその その一次選考を通った人が、まあ一週間ちょっと後ぐらいに発表されて。一次試験の合格者のみが第二次選考に進めて。十一月の中旬らへんに、小論文と面接の試験があります。で、これらを総合的に評価する。というふうにしか学校側は公表していなくて。え普通の日本の一般の。 一般入試や a 王の試験などは後であので入学した後とか4月以降いつかはちょっと覚えてないんですけどその時に点数開示があるんですが帰国と i b 入試は点数開示がなくて実際どのようにどれぐらいしたら受かるかはちょっと私も分かんないんですが、まあ、出,出願書類と学力試験面接小論文を総合で評価するので、まあ、ちょっと頑張ってくださいとしか言えないですね。 で、えっとまあ、ここでちょっと出願書類と第一選考のさっき少し話しちゃったんですが、えっと、出願書類はまず募集要項を、まあ、確認何回も言ってるんですが本当に帰国指導入試とか i b 入試は募集要項を細かいから確認してほしくてで募集要項に書いてる共通して必要なのは成績証明書死亡理由書活動報告書や推薦書などです。なので学校もし、えっと、 国が遠すぎて成績証明書や推薦書とかを後から送ってもらうのはすごい大変な場合は事前に卒業して帰ってくる時ぐらいに何枚かもらってきてた方がいいと思います。で第一次選考は先ほど申し上げたように栄養2期と同じ問題で英語数学理科の学力試験になります。英語は医療系の 問題で数学は普通の日本の数学なので海外と結構違います理科も日本の理科ですなので、えっと、数学と理科は、まあ、英語はもともとの高校時代とあんまり変わんないかもしれないんですが数学理科は別途ちょっと対策が必要な感じです。で第2次選考は第1次選考の合格者が、えっと、受けられる試験で小論文これも1次選考と同じように a o 2期と同じで。 日本の医学部の小論文の題材で出されることが多かったと思うのでそこをちょっと見とけばいいかなって感じです。面接はこれも叡養2期と同じで事前準備の自己アピールというものがあってそれもえっと第一次選考合格者の方にあの説,説明文が送られるのでそれに合わせて準備をすればいいかなって感じです。 で小論文を使って面接されてで実際面接の時はなんか小論文の内容について話されることもあるんですが海外での経験とかも結構聞かれたりするのでいろいろ準備しておいてほしいです。はい、で次に高校時代にやるべきことこれらを今まで,今までの入試の概要を踏まえて少し話していきたいと思います。高校時代まず学校でやるべきことは成績の維持です。 医学部なので、えっとまあ、受験者はすごい少ないんですがその少ない人も結構成績がいい人ばっかり集まってくると思うので、まあ、AP 学校で AP とかがある学校は、まあ、受けといた方がよくてで AP の点数自体はあんまり関係ないかもしれないんですけど AP の内容例えば、まあ、特,になんで特に AP バイオロジーとかは入学後に役立ったりするので取っておくのをお勧めします。 IB はもちろん入試の指定科目を6点以上取るっててことに努力してほしほいです他にもクラブやスポ,ーツスポーツとかの科学活動が多分学校によってたくさんあると思うのでそういうことは経験しておくとまた面接とか何でしょうえっ、ー、と出願書類のうんと出願書類の活動報告書とかにも書けるので。 いろんな課外活動は、まあ、勉強だけじゃなくて、課外活動もして。う、え、ん、っと、自分のできることをいろいろ増やしておいてほしいかなって思います。学校外でも、まあ、いろんな活動が国によってあると思うので、ボランティアとか。もう、ちょっと、よく、あの、具体的に思いつかないんですけど、ボランティアとか。まあ、えっと、バンドとか、まあ、いろんなことがあるので、それに。それも行ってほしくて、で、えっと、日本の勉強も。 まあそんなにがん学校の勉強ほど頑張らなくてもいいと思うんですが、えー、っと帰ってきて数学と理科を日本の高校3年間の内容を6ヶ月六、うん、月ぐらいにだいたい学校が終わるはずなので11月に試験があるから5ヶ月ぐらいで日本の高1から高3の内容を数学理科全部やんなきゃいけなくてそれが非常に大変だ なんですねで大変でもうついていけるんだったらいいんですがちょっと不安な人は高校時代から少しずつ数学とかは勉強していった方がいいと思います。で該当する人は TOFL e、FL、とか SAT とか ACT とかいろいろ統一試験があると思うんですがそれの点数も結構大事になってくると思うのでそれの準備と、まあ、時期を逃さずに受験するってこと。で受験する際には あの点数の郵送とかを、まあ、無料で行えるうちにちゃんとやっていくっていうとこも結構大事ですね。とかいろいろ言ってましたが、まあ、高校はそんなに勉強をが勉強をもちろん頑張るんですが課外活動とかいろんな、まあ、海外にいる分その環境を生かして自分なりに楽しく過ごしてほしいなって思いますそして帰国後にやるべきことですここからはちょっと楽し,い楽しさは置いといて約半年間6 月まあ、学校がいつ終わるかはちょっと国によってまた違うと思うんですがその学校が終わってから11月の受験の時まで学力試験をとにかく頑張るしかないです学力試験の勉強を頑張るしかないです数学は日本の数1から数3の範囲なので日本の参考書とか買って多くの人は予備校に通うと思うんですが帰国子女用の予備校がたくさんあるので,で、まあ、予備校とかは自分でもいいんですが日本の参考書を買って日本の数学をとにかく頑張る。 で理科は科学と物理もしくは科学と生物っていう組み合わせの人が多いんですがそれも日本の参考書を買って勉強するって感じですねで高校時代に AP 取っとくと AP とか、えー、とちょっと私がアメリカ系の高校だったので AP しか分かんないんですけどあの普通の授業より1個上のレベルの授業とかあの IB でいうと HLIB、まあ、はもちろん HL が必須なんですけどを取っておくと少し楽です なぜなら海外の勉強に比べて日本はちょっと難しいところがあってなので、ね、海外の高校でちょっと上のレベル取っとくと、まあ、それ相応の内容になってたりしてもしくは逆に海外の高校の AP とかだと深入りしてるところがあって逆に背景知識がついては理解しやすかったりするので、まあ、できれば学校でちょっとハイレベルの授業を取っとくといいですね。 で日本は暗記をさせられるのですごくたくさん科学とか特に生物もそうですねなので暗記を頑張るしかないですで英語の対策なんですが、まあ、えっと皆さんの英語の実力にもよると思うんですけど過去問も読んでみて気楽にできる解けるような漢字だと英語の対策よりは数学と理科に、えっと、回した方がいいと思いますで小論文の練習ですが小論文は漢字の練習 が一番でですね海外に住んでたら漢字書けなくなくるので漢字じゃなくてひらがなだけの文章ちょっとダサいから、まあ、漢字の練習を頑張ることと小論文実際に小論文を書く練習をしてほしくてこれは必ず誰かに見てもらいましょう。で医学部対策の小論文の題材とかを自分が選んで書いたりしてもう他の人に添削してもらうってとこが、まあ、自分じゃ 文章だとちょっと書きにくかったりするので誰かにアドバイスをもらったりしてください。面接の練習は、まあ、面接の時期になってからでいいと思うんですけど面接で模擬で面接みたいな感じで誰他の人とちょっと練習してみることをおすすめします。でえー、と小論文は 確か過去問出てなかったんですけど学力試験は過去問 AO2 期の過去問が出ているのでそれでもとにかく勉強練習するしかないです最後に学校生活についてです学習面では高校でバイオロジーをとっておくと大学に入っても生物をずっとやってるので高校でバイオとっておくと結構楽にできますで英語ができるのはいろんな講義において結構便利でまあうん、えっと英語ができるのは 専門用語とか英語で結構出してくる教授の先生とかがいらっしゃって英語ができるとその分理解が早いので便利だったりします。で日本語がまあ人によっては日本語が拙なかったりすると日本語が大変で、まあ、ちょっと会話がうまくなりつた,たなかったりすると思うんですがそれでは、えー、っとここでこれで帰国者入試と。 国際バカルタ入試の説明を終わります。ご静聴ありがとうございました。